フジテレビのエンタテインメントサービス、FOD、フジテレビオンデマンドで配信中のオリジナルバラエティ。番組、有吉ベース、にて、リモートが欲しい、という有吉弘行のために、有吉の妹オーディション、が開催された。今回集まった有吉の妹候補は、黒ヤギの岡本美樹、鈴木夏、花いちごの関谷智美、モンブランの岩上桃子と高村優子の5人。太田プロの女芸人しか集まらなったことに、有吉は文句たらたら。最初の審査、妹のキャラ設定、でも、年が離れていて、甘やかされて育った、病弱、生き別れ、など様々な設定で攻める妹候補に、有吉は、乗らないわー、と全然、妹センサー、が反応しない様子。第二次審査は、有吉が妹にやってほしいこと。ハグ、風邪をひいた時の看病、ニニと呼ぶなど、妹候補たちは工夫を凝らすも、なかなか有吉にはまる妹が現れない。そんな中行われたのが、プロポーションチェック。水着になり、振り向きざまに、有吉を癒す一言、を言うのだが、これには有吉は好印象。これは面白い、と、二度もやらせていた。最終審査は、それぞれの、アピールタイム。クッキーをあんする、耳かき、足つぼ&乳首マッサージなど、妹候補たちは最後まで有吉に尽くしていた。本記事は、テレビドガッチから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。